はい、今回も、僕のチャンネルを、見ていただきましてありがとうございます。はい、前回の続きですね。今ここにつないだところです。はい、どのように、終局に向かっていくか、はい、見ていきたいと思います。こう入りました。はい、でぶつかりですね。でこう当てましたね。これは普通は継ぐくらいですけど、勝負手、で放り込みですね。でと、これつなぐしかないですね。で当たり、で取りでこうやってこうで取って、そこでツケですか。これはちょっと一回聞くとね、もう何回も聞くんで受けてらんないですかね。はい、勢いこういう別れとなりでつなぎですか。で飛び、でもここの損も大きいので、別に白は損してはないんですかね。はい、で、ここで白取ることもできたと思うんですけど、ちょっとハエ打たれるのがちょっとね、嫌なとこで、一回やめましたか。押さえで手を打ってこうやって取りと変わりました。で跳ねつないで、この渡りと、取りを見合いにしたっていうような感じですかね。でも白は、すいません、このツケとこの交換が打ってますね。すいません、ちょっともっと早い段階に打ってましたね。すいません。でこう当てて、ここもねコインしてきました。黒はね複雑に打っていきたいんですけど、なかなか、もうチャンスはね来ない感じがしますね。でコスミツケですか。コスミツケに対しては、ここ逃げ出しがありますからね。ここで受けました。でとこう取って跳ねですか。こうやって取って、出ましたね。下がりを打って桂馬にしました。ここね、切りも狙われてますしね。真ん中はなかなかまとまらないんでしょうかね。この自分も薄いんでね、こう飛んでいって守ってこうやってと。ここでこの石も生きるの精一杯ですし、ここ飛ばれてしまうとね、もう真ん中も消えてしまいますから。ここで投了となりました。でもここのコウを争って、いくんじゃないかと。ちょっと投了はまさかの早い投了ですと。ということでしたね。ちょっと張さんも一方的でしたねと。下辺の形が悪すぎてダメすぎてと。苦笑いみたいな感じですね。白の疑問点はこのね桂馬ぐらいで、他はねもう、判断は良かったということみたいですね。ちなみにこの下辺なんですけど、これがこうなって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 、
これつなぐのはこうやって、これはもう寒くなかったで死んでしまいますね。で、こうやって、こうやって、この項も残ってるんですね。はい。こうなっては、これ以上ね、戦う気も、なかったという感じでしょうか。はい。それではね、じゃあこの辺りで、この後は終わりにしたいと思います。ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。はい。それでは、失礼いたします。